ボールの持ち方とかすごい大事。置き場所とかどう？俺が多分こういう向きでトラップしたら、そのままプレッシャー来るじゃないですか、はい、ピタッと止めてパッて静止されたら多分飛び込んでこれない。ただ上手い人がやればいいっていう問題でもないから。相手が今どこにいて、味方の選手がどこに立ってて、今ボールホルダーがどういう状況で、自分がどういうポジションを取ったら相手がどう来るだろうなとか、ここで受けたら自分がハマりそうだなって思ったら引くし、逆に高い位置取って背後取れそうなタイミングだったら背後取るしとか、そういうなんかボールの流れ、相手の位置、味方の位置っていうのは見ますね。味方との距離感じゃないですか。まあ、相手の位置もあれですけど、まずは人と人との距離感、逆サイドにボールあるんだったらちゃんとセンターバックの背中をカバーしてあげるところまで絞ったりとか、でも絞りすぎたら逆サイドにチェンジされた時に間に合わなくなっちゃうから、そこのさじ加減とか、あとは自分の近くの選手をどれだけ動かせるかっていうところかな。正直まあサイドバックは不利な状況が多いんで、それをいかにこう声と周りを動かすことでこう消していくかみたいなところは意識はしてるつもりですけど、最近はもう年齢重ねてきて、昔はもう縦ゴリゴリに行ってクロス上げるみたいなスタイルだったんですけど、スペースがあったらスピードで身体で抜くっていうのはもう厳しくなってきたんで、こう相手をどういうふうに引き出すかとか、こう味方の選手の動きを利用するとか、まあ、あとは自分はクロスが一個特徴としてあるんで、その1対1になる前とかに何本かクロスとか上げてたら、こうクロス上げさせたくないと思って寄せてきたりとかしたらそこをなんかドリブルで突破したりとか、試合の中を落としてその1対1になる前に結構駆け引きはするかな。今はもうなかなか仕掛けないんですけど、徳島の時一番縦行ってクロス、縦行ってクロスで縦塞がれたらカットインして逆足でクロスとか、それを両サイドでできてたんで、結構相手からしたら嫌だったんじゃないかな。まあ、1対1は別に自分自身結構得意なんで、自分の間合いとか入ったらちゃんとステップ細かく踏んでる感じかな。あとはやっぱさっきもサイドバックはこう不利な状況が結構多かったりとかして、スペースがある状態で1対1仕掛けられたりとか、なおかつボール移動中に全然寄せれなくてスピードに乗られちゃってるみたいな時があるんで、まあ、あと一発で飛び込まないとか、細かくステップ踏んで相手のこと最後までしっかり見るとか、あとはそういう状況だったらちょっと遅らせるとか、そういうの考えてたりすると寄せ甘くてクロスとか上げられたりするんですけど、あそこら辺はまああんまり上手じゃないんで、ヒロキ君とかの方がうまいんじゃないですか、塩梅は。1対1自体は押しかけられてもあんま抜かれる気しないですよ。練習とかでも結構全然止めれるし、もう細かくステップ踏んでどっちに誘導してどう取るかって、相手が抜きに来る瞬間っていうのが絶対あるんで、特にまあ今自分的には監督から守備のね、ところの信頼がまだまだ足りないと思うんで、そういうところ練習で見せなきゃいけないっていうところでは、結構攻撃よりもそっちの方が集中してるかもしれないです。サイドバックってやばいですよね。1対1強くなきゃいけないじゃないですか、攻守で走れなきゃいけない、スピードなきゃいけない、体力なきゃいけない。それこそ川崎の時に中村健吾さんにサイドバックが一番サッカー上手くなきゃいけないって言われた時には無理だと思います。内側のレーンを取らなきゃいけなくなってきたりとかしてるじゃないですか。そういう人がこう評価され始めた、まあ、よりこう技術のある人がサイドバック、技術あったりとかする選手は大概こう運動能力がちょっと下がったりとか、だからなかなかいないですよね。キックはその日のフィーリングで、今日はいいキック蹴れるなとか、今日ダメだなっていうのは大体わかります。芝生、気候、風、空気というか、そういうのは結構違い出るかな。だから大原で蹴るのと最下で蹴るの全然違うし、芝の長さも違えば風の強さとかそういうのも全然違うんで、ボールの持ち方とかすごい大事。例えばじゃあ今プレッシャー来てる人に対して俺がこうパンって正面で構えたら多分止まると思うんですけど、俺が多分こういう向きでトラップしたらそのままプレッシャー来るじゃないですか、はい、でもこれでピタッと止めてパッて静止されたら多分飛び込んでこれないじゃないですか。そういう位置に置けるかとか、そういうのも結構大事です。来てるディフェンスは後ろの状況とか見えてないんで、自分が今右サイドバックで左サイドハーフのディフェンスだとしたら、自分がこうオープンに持ってここ蹴るふりしたらディフェンスの選手こっち切るじゃないですか、そしたらこっちドリブルで侵入していくとか、ポジショニング、ボールの持ち方、置きどころとか、だから結構ね面白いんですよね、サイドバック。いろんなことが求められるから。
まあ、もちろんかっこいい人はいろんなことも求められますけど、結構全部のタスクが能力が必要かな。走れないといけない、スピードなきゃいけない、対人強くなきゃいけない、クロスも上げるからキックうまくなきゃいけない、ディフェンスの時もクロス対応うまくなきゃいけないとか、でディフェンスの選手がヘディングも強くなきゃいけない、全部必要だな。試合読む力も必要だし、でサイドバックは相手のハメどころだから、やっぱそういうところをうまくいなすっていうか、そこで剥がせるか剥がせないかでチームがだいぶ変わってくると思うし、ただ上手い人がやればいいっていう問題でもないから、だから青足とか見てサイドバックを小さい頃から専門でやってる人が増えていったら面白くなるんじゃないですか。サイドバック小中高大ってこう真ん中とかやってた選手、チームの中心でやってたような選手がこう上のカテゴリーとかに上がるにつれて、より上手い人が出てきて、そういう人がサイドバックにコンバートされるみたいな、そういう人がまあ大概かなとか思うんですけど、まあ、ずっとサイドバックの選手やったらすごいいいサイドバックが出てきてもおかしくないんじゃないかなと思ったりします。でもまあいいことですけどね、いろんなサッカーの経験を積んでサイドバックになって、サイドバックでも経験積んでってなったらいい選手になれると思うんですけど、本当むずいっす、サイドバックは。自分の立ち位置で剥がせたりとか、直接自分がボール受けれなくてもこう自分がそこに立つことで、こう味方の選手がこううまくパスもらえてとか、チームが循環してみたいな、こうそういうのってなかなか評価されづらいと思うんですけど、結構もうそういうところが大事になってきてるところもあるなと思って、特に内側のレーン取るときなんかなおさら、ビルドアップにボランチが1枚折れたりとかしたら、真ん中って味方の選手が1人少なくなってる状態だ。そこでこうサイドバックが内側のレーン取って、サイドハーフの高さ調節したりっていう風にやったら、まあ、相手のサイドハーフからしたら、ハメに行きたい、プレッシャーに行きたいと思ってる選手がサイドからいなくなって真ん中に入られたら、どこプレッシャー行っていいのってなっちゃうし、でそこでサイドハーフが降りてきて、サイドハーフと自分のサイドバックでその相手のサイドハーフに対して2対1って、どこまでサイドバック、相手のサイドバックが出てきたらフォワードとかトップ下の選手がランニングしてセンターバック釣り出しちゃえば中薄くなるし、そういう風になんか逆算して考えるようになったら、すごいそれがうまくいった時はすごい楽しい。それこそだから、あの福岡戦とかはすごいイメージ通りで、自分が内側走って、あの時は伊藤選手から大久保選手に出して、大久保選手にサイドバックがプレッシャー行ってたんで、で大久保選手から僕が受ければセンターバック1枚引きずり出せるじゃないですか。で相手は4バックだったんで、そしたら多分左の奈良選手かなが引きずり出されて、まあ、中が右サイドのセンターバックと右サイドのサイドバックしかいなくなる。でクロスに対して飛び込んでいけば枚数少なくなってくるじゃないですか。でそれに対して相手のボランチが1枚センターバックに入ったら真ん中空くし、ただそこで伊藤選手が大久保選手に出さずに平野選手に横パスしたじゃないですか。あの時にこう相手のディフェンダーの心理じゃないですけど、こう目線切れるんですよ、伊藤選手から横パス、そう横パスだからこっちのランニングが空くんですよ。そういうのであそこを取りに行く、あれはだからもう結構イメージ通りだったんで、シュートがね決めれたらインステップで打てばよかったなっていう、ちょっとそこだけはあれですけど、まあ、あの対空時間がちょっとあったんで、その中で自分の中でシュートしか考えてなくて、こうインサイドでいくかインステップでいくかっていうのをあの体育時間にこう何回もどっちだどっちだって思いながらインサイド行ったら当たらなかったんですけど、まあ、でも一つああいう形を意図的に作れたんで、自分的には平野選手とも目があって、多分ユイチからしても逆にもう描きやすかったと思うし、ああいうプレーをもっと増やしたいですね。ただなんかそのもっともっとそういう、こう要求とか練習の中からしてって、ああいうシーンっていうのは増やしていかないと、ああいう風に引いて守られたりとか守備固いチームに対して点取れないってなっちゃうんで、あの試合はシュウ君がスーパーセーブいっぱいしてくれましたけど、あれで先取られたら結構きついと思う。ああいう苦しい試合でもやっぱ勝ち点3取らないと優勝ってところもなかなか難しいと思う。なんかすげえ偉そうに語ってるけど全然出れてない、頑張んない。いやそんな関係ないですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。